ございます。
面白い。最高だ。整いました。朝ごはんはいいね。うまうま。おお、喋った。喋った、ね、喋りました。声解禁です。声解禁しちゃった。こんな声でした。あれ本当ですか。素敵な声。顔はいつも解禁してるんで。やばい、お腹いっぱい食べ過ぎた。眠くなってきた。眠。今日ね、もうめっちゃね、もう眠かったよ、起きた瞬間。でもなんか3回ぐらい起きて、やばいって思って、もう時間かと思ったのが3回ぐらい。1回やばいって思って起きたのが、もう時間だと思って起きたのが2時半ぐらいで、あ、まだ全然じゃんってなって、やったーってなって寝て、そしたらその次6時ぐらい、また6時ぐらいに起きて、まあ、やっぱりついに来たかと思って起きたら6時ぐらいで、あ、まだやん、よし寝よう。そう、めっちゃ得した。でその次なんでだったかな、8時に起きたんですよ。8時起きだったから、でもその前もまたもう1回ぐらい起きたんだよね。パッて起きて、絶対今時間になったやろみたいな、全然違って、そっか目覚ましなってないもんな。確かに熟睡はしてないけど、なんだろうね、なんか何回か寝た気分にはなってる。めっちゃ、でも一番眠かったのが一番最後の8時
8時が一番眠かった。でも今日さ、めっちゃ待機時間めちゃくちゃ長いんですよね。どうしよう。でもそこで待機時間に寝るっていうのもなんかちょっと違うんですよ。片手では収まらんくらいの待機時間がある。収まるか収まらんくらいかな。結局は。その時どうしたらいいんかね。本でも買ってくればよかった。こういう時ね、時間を有効活用できたらさ、めっちゃいいよね。どうなんでしょうかね。なんかどっか行くにもどこ行く。どうしようかな。あ、そういえばスケジュール見てなかった。いや、もう笑っちゃうもん。今日ツボ浅い。浅いな。どうしようかな。あ、格言どうしよう。まだ考えてない。まだ考えてない。そう、なんか万人がなんか、あ、そうなんだよって理解できることを言わないと、なんかそれは違うよって人が現れるんですよ。そうだけど最近当たり前のことばっかり言ってる。そう思った。なんかもう絶対に、なんか今日の格言で、ね、鞘語録って書いてあるから、私はもう、あ、サーヤンはそう思ったんだねで片付くかなと思ったら、全然違うよ、そうじゃないんだよなみたいな逆だよとか、あ、鞘語録、そう
朝に この状態を格言にしたいけどね。この状態を。そう、だからなんかうーんとか。もはやもうそんなこと気にせずにもう貫くかよね。もうそんな人もちょっと黙らせるようなもういいやって思わせるようにもう貫くしかないもういいやんで、サイヤはもう そうなんだねサイヤはそうなんだ。でもコメント面白いよ。なんか全然ほうだけでも面白いし コメント欄は面白いですね。やっぱり面白いっていうのはあれよ、お笑いの面白いじゃなくてちょっとしたこうやっぱり人っていろんな人がいるんだなっていう面白さね。そうそう、と思ったら今日の格言はちょっとハードルが高くなるか。そうそうそう、違うけんいいよ。今ちょっと分かったよね。じゃあもうこれにしよう。朝ごはんは朝ごはんは整う。もう格言なんか分からん、自分の気持ちを言っとる。朝ごはんは整う。朝ごはんはサウナ、どうですか。ちょっと違う人が見たら、あ、サウナ食べてんだなるかな。サウナ食べてんのってな、え、どういうことみたいな。朝ごはんサウナみたいな、あ、サウナ行ったんだみたいな、何で行ってないのに。例えなんだけど、サウナ、あ、サウナいいよねって話になっちゃう。でしょ。もうちょっとマイルドにしますね。やっぱりちょっと理解できる、ちょっとばかり理解できるようなこと言うわ。確かにあんまり理解されないこと多いかも、普通に話してて人と。ちょっとマイルドにします。危険です、ヤッホー。確かにな。いや、朝ごはんは整えていいんじゃない。普通に整ったもん。整え方はサンドイッチと紅茶です。じゃあおすすめのセット、もう自分でカフェを作り上げる。え、怖くない？自分でカフェを作る、おうちカフェみたいなもの。整いました。
ギャグ、え、ギャグじゃないですよ、最後6。うん、めちゃくちゃ、あの、私の真剣な言葉で、お言葉ですよ。全然、面白いしようと思ってやってないよ。まあでも結果それが面白いと思ったんなら別に嬉しいけどね。別にそりゃそれで、うーん、面白いねって言われたらありがとうっていう感じかな。うわー、どうしようかな。朝ごはんは朝ごはんも整うにしよう。今整ったから結構、朝ごはんは一日の始まりとか言って、毎日全然朝ごはん食べない。そうだよ、なんか昔はなんかちょっと「ああ」って言ったら、なんかもう絶対お母さんに「ため息は幸せが逃げるよ」って言われてて、ため息は人の前でしちゃダメだよって言われてて、だからどうしてもしたい時は、うん、ちょっと変化させてやってたんですよ。だから「ああああああ」って感じ。って言ったら全然何も言われないとか、はぁとかちょっと上がったら全然何も言われない。どうしても言いたい時、それがちょっと時々に出てしまう。幸せが逃げちゃうからね。幸せが逃げちゃう。そう。とか、最近はなんやろ。最近はほわ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 出てる。もう絶対ため息と思われないために。どんどん変化していって、ほわ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 、でもね、ため息ってリラックスなんよ。実際言うと、なんかちゃんと用途が分かれてる。リラックスしてるバージョンと、本当になんかよくわかんないけど、なんか嫌なことがあってやってる人と嫌なことがあってやってるのは確かに嫌よね。リラックスのためにやってるんですよ。ね、全然私リラックスした時に、うん、言いたくなるけどね。深呼吸なんよ。言ってしまえば今って56分で合ってますか。
計があったんですよ。ほわー違う、これは話の流れを一回切った今の話の中で一回パッて切りました。今話終わったから自分で切りました。今はもう今56分だったらすごいねって話終わったんですよ。だから編集で分かりやすい、分かりやすい。さてさてどうしようかな。あ、だから朝ごはんも整う。今日はね、というわけでそろそろ終わります。こわーって言ってみて、ちょっと気持ちがね切り替わるからあれだよ、言葉じゃなくてちゃんと言ってね。いや、もっと、バリーさん、えーちゃん、なおさん、まいせんたん、こっぺさん、いくこぴょんぴょんさん、まささん、おうさむさん、まるともちゃん、ゆうとさん、やまさん、おたてさま、まぴさん、きちねさん、せいやんさん、ふじぽんさん、メガバイトちゃん、さとけんさん、井上よしひろさん、みみふぃさん、五十アップくん、ケリーさん、ミッドナイトシュガーさん、ジャンケンさん、ナリさん、ケンタロウちゃん、タカさん、キュウさん、ユウキさん、アムちゃん、シュウさん、エビスさん、タカノリさん、ドウノツルギさん、ありがとう。ありがとうございました。バイバーイバイバーイ。ポチリポチリ。